皆さんこんにちは、こんばんは。第3回目は変数というものを習得してみたいと思います。その前にまずは、前回の復習ですね。前回は、メモ帳でソースを作成して、このこんにちは世界っていう文字列を、表示したと思うんですが、今回はですね、例えばこんにちはの部分をですね、こんばんはとしてみて、上書き保存して、で、コンパイルですね。cc.part02.cs。で、動かすと、こんばんは世界という感じで表示されるということで、今回は、この続きから、始めていきたいと思います。では、早速、このソースをですね、いろいろいじっていくわけですが、そうなるとですね、この意味ですよね。を解説する必要がですね、あると思うんですが、ただ残念ながら、この短い、ソース文章であるにもかかわらず、これを、完璧に理解するのは意外と難しくてですね、むしろ理解できる箇所は、最初に説明できる箇所は1箇所しかないんですが、それ以外は、ちょっととりあえずですね、当面無視していただければと思います。無視する場所は、まずここ。ここはですね、ちょっと分かりづらいので無視します。で、あと、これですね。この中括弧閉じはこれと対応しているので、こうですね。なので、当然無視ということで、いや、無視ばっかりで、むしろね、ちゃんと解説できるのここだけじゃんみたいな感じなんですが、残念ながら、ここしか、現状の知識では、すんなりとですね、解説できる、箇所はないので、このパート3から4、5ぐらいかな、ちょっと先の見通しは分かんないですけれども、当面この水色の部分がどんどん、付け足されたり、いろいろ、改造されたりしていくということで、赤い部分は、気にしないでください。いわゆるおまじないってやつですね。ちょっと気持ち悪いかもしれませんが、ご了承ください。では実際にいろいろ改造していきたいと思います。先ほどここの、こんばんはって部分ですね。こんにちはから改造してこんばんはにしましたが、そうしたら、ここにこんばんはって表示されたことから、おそらくね、ここに書かれているものがそのまま表示されるんだろうなって、想像つくと思います。で、ここの部分何みたいな感じだと思うんですが、これで、文字を表示しなさいっていうような意味になります。このね、点で分かれてて、それぞれどういう意味なのとかももちろんあるんですが、この、最初のシステムは、システム。難しいですね。で、コンソールはこのコマンドプロンプトって意味ですね。これがコンソール。で、ライト、書くですね。文字をここに書きましょうと。で、ラインっていうのは行。なので、行単位でこの文字を書きましょうみたいな意味になります。では、改造していきます。まずこの、こんばんは世界とかね、このクソつまんない文章は削って、もうちょっと面白い文章。面白いって、ゲラゲラ笑えるんじゃなくて、ちゃんとゲームですね。ゲームプログラミングっていうタイトルじゃないですけれども、ね、題材としてはゲームにします。なので、魔王ですね。魔王が世界を滅ぼそうとしていますとかね。こういうちょっとゲームっぽい文章にしてみたいと思います。これで、保存して、コンパイルして、実行したら、当然その通りの文章が表示されますよね。ここまでで、とりあえず、任意の1行の、文ですね。それを表示するのはもうだんだん分かってきたかと思うんですが、じゃあ複数の、文字列をね、表示したい場合はどうすればいいんでしょうっていうことなんですが、ここに、文章を付け足してもいいんですけれども、例えば、あなたは魔王を倒しましたと。こんな感じ。
そしたら、まあ、当然、この後ろに、今の文章が続けて表示されるわけですよね。で、じゃあ、ここで開業したいと、ここ、いう場合に、どうすればいいのかということなんですが、先ほどこれの説明で、まあ、ライト、書く。で、このラインが行ですよね。ということを解説したと思うんですが、まあ、このラインが行ということなんで、まあ、ここに書かれているものは1行で表示されるっていうような、意味になります。なので、じゃあ2行にわたって表示したい場合はどうすればいいかというと、これをコピペします。こんな感じで。で、1行目は、魔王が世界を滅ぼそうとしています。で、2行目に、あなたは魔王を倒しました。こんな感じに改造してみます。これで保存して、実行すると、こんな感じで2行で表示されます。っていう感じで、まあ、こっちの部分はおまじないと、最初に話しましたが、まあ、あとここですね。まあ、ここの中身を、まあ、どんどん増やしていけば、まあ、どんどんいろんなことができるというような、作りになっていますので、まずそこを、理解していただければと思います。では試しに、2行から3行に増やしてみましょう。そしたら、まあ、当然コピペすればいいんだろうなって想像つきますよね。まあ、そんな感じで、いろいろね、想像できるようになればいいんじゃないでしょうかね。魔王が世界を滅ぼそうとしていると。で、なんであなたが倒すのっていう感じですが、まああなたはね、まあ強いからと。レベルが、レベル99の強者ですみたいなね。なので、あなたが倒しました。っていう感じでね、どんどんね、文章の中身まで、ちゃんと整合性を取っていくスタイルみたいなね。こんな感じで、どんどん作り込むことができます。まあこうなってくると、もう、さすがにわかると思うんですが、まあ一度にね、こうやって2行を追加したりっていうのもね、まあ当然できそうだなって想像つきますよね。まあ倒しましたと。まあレベルね。レベル、まあ99なんでね。まあ楽勝ですよね。ほんと楽勝なので、まあ草生やしたりとかね。して。で、まあ魔王を倒したから、まあゲームなのね。どうで、まあゲームクリアと。めでたしめでたしということですね。まあこんな感じにして、コンパイルして実行すれば、その通りに、まあ、表示されるということで、まあこれで、まあ文章表示については、いいんじゃないでしょうかね。理解していただけたんじゃないかなと思います。で、まあこんな感じで、まあ、文章がね、表示できてしまうとね、今度はそれはそれでね、なんか文章の中身とかね、気になりますよね。なんかあなたとかね、何なんだよっていう感じですよね。ちゃんと名前つけてやるよって感じもするので、まあ例えばこれね、さあだおとかね、つければ、ちょっとはね、小説っぽく、なるような気がしますよね。こんな感じで。とまあ、こんな感じで、文章を作り込んでいけば何ですかね、もう有名クリエイター間違いなしみたいなね感じだと思うんですが、まあそうなってくると、まあちょっとね、サダオっていう名前がね、ちょっと今時の名前じゃないですよね。もうちょっとかっこいい名前がいいということで、トンヌラとかにしときますかね。とんぬらという感じで、まあこれで、コンパイルすれば、まあ当然トンヌラはって表示されますね。これでちょっとかっこよくなりましたよね。で、今名前変えましたけれども、2箇所修正しましたよね。まあこことここ。まあなんで2箇所かといえば、まあこの文章に、まあ、名前が2箇所あったから2箇所修正したわけですけれども、じゃあ、この文章今全部で5行しかないですけれども、まあ、どんどんね、シナリオが膨らんでいってね、100行、1000行、1万行ってなってね、名前も何十、何百、何千箇所出てきたら、じゃあそれ全部って作業で直すのかっていうことなんですが、まあ、ね、エディターの置換機能で直してもいいんですけれども、まあ、そもそも RPG だったら、主人公の名前自分で決めたりとかもしたいですよね。じゃあそういう仕組みを作れないのかなっていう時に、使うのが、今回の変数というものになります。
で、まあ、詳しい意味は後回しとして、まあ、とりあえず使ってみたいと思います。システム、ストリング、で、スペース、で、ネーム、イコール、で、ここでトンヌラとします。で、代わりに、ここに出てくるトンヌラは削って、で、ネーム、プラス、にします。こんな感じ。これで、コンパイルして実行してみます。そうしたら、同様に、トンヌラはって表示されるので、まあ、このソース内にトンヌラっていうね、単語一箇所しか出てこないですよね。にもかかわらず、こことここに表示されて、ここを変えれば、名前も自由に変えられるんだろうなって、想像つくと思います。まあ、こんなのが、変数ですね、というものになります。まあ、変数って、まあ、いろんな使い方があって、まあ、これはその数ある使い道のうちの、一つなんですが、このネームっていうのが変数名というものになります。で、このシステムストリングっていうのが、変数の型というものになります。で、型の話は、次回以降、するんですが、まあ、とりあえずこの、この型っていうのはこの決められた、文言ですと。で、逆にこのネームっていうのは、好きな名前。まあ、ネームが名前っていうのは紛らしいですけれども、まあ、変数名、好きな名前なんで、まあ、変数っていうとね、数学とかで X とか Y とかってね、いう、感じでのイメージがね、あるかと思うんですが、まあ、あれもね、好きな名前つけてると思うんですよ。別に X じゃなくて A とかでもいいわけじゃないですか。なので、これもネームっていうのは私が適当につけた変数名であって、まあ、当然 X とかでも問題ありません。こうやっても同じように、コンパイルができて同じように表示されます。というわけで、今回は、変数というものの、ごく基本的な使い方の解説をしました。次回は、この変数についてもう少し掘り下げて、解説していきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。